従来の巡回型営業から訪問によらない営業への転換を決断いたしました。訪問によらない営業について会長に聞いてまいりたいというふうに思います。この委員会でもたびたび受信料を徴収する訪問員のクレームについて取り上げさせていただきました。これ2019年度で約3万件ということで、非常に多くのですね、消費者相談等々にこの NHK の訪問員が非常にですね、不安にさせるんだといったことから、無理やりですね、家に入ってくる等々のですね、大きな事件を起こしてきたといったことがございました。これを指摘させていただいてきたわけですけれども、今回、訪問によらない営業という、これは大英断だなというふうに思います。本当に素晴らしい決断をされたなというふうに思いますけれども、これを決断された経緯でありますが、これはかねがね武田大臣もずっとおっしゃっていました、この営業経費が 10% でかかりすぎじゃないかという問題意識をお持ちであった。でこの営業経費を減らしていくということが主眼にあることはもちろんそうだとは思うんですけれども、このこれまでのクレームが多かった、この反省の上に立ってですね、この訪問によらない営業ということに踏み切られたのか、その点についてお伺いしたいと思います。前田会長。今までのですね、営業の仕事はですね、受信料支払い率なんとか上げていただきたいというところに、一点集中してもう徹底的にやるというスタイルで今まで来ました。ただ私はですね、今回営業改革をやろうと思っておりますのは、これ本来の営業の仕事っていうのは視聴者と向き合うという、これが本来の仕事であります。放送サービスに対する信頼を得た上で受信料を支払いいただくという、原点に私は立ち返った方がいいんではないかというのが私の判断です。これまで NHK は視聴者のご自宅などを1年間に延べで回数で申し上げますと1億3000万回訪問するという巡回訪問型の営業活動をしてまいりました。1億3000万というものすごい数なんです。で結果としてですね、年間にこの訪問経費だけで300億円以上の経費がかかっておりまして、これは費用対効果でいきましても、それからご指摘のそのトラブルを含めて、これはちょっとこのまま放置できないと私は考えました。受信料収入のが減収局面を迎える中で、訪問による営業に多額の経費をかけるということにつきましては、私は社会的な理解を得られないと、また新型コロナウイルス感染症の影響もございまして、対面での営業活動が受け入れない環境にすでになっております。そういうことでご指摘のとおり、クレームの発生を含め、従来の巡回型営業から訪問によらない営業への転換を決断いたしました。そういう意味では受信料の契約収納活動の抜本的な構造改革をしたいと思っております。従いまして、コロナが仮に収束いたしましても、元の営業のスタイルに戻すことではなくて、新しい形で原点に回帰して、営業の職員はしっかりと視聴者と向き合って、本当に NHK を信頼していただけるような取り組みにしていきたいと思います。永瀬博文君。前田会長から非常に前向きなご答弁をいただきました。私もその通りだなというふうに思って聞かせていただきました。そうですね、私は本当にこの訪問による営業がです、訪問による営業ですね、訪問による営業が NHK のブランドをですね、私は本当に大きく毀損したなというふうに考えております。で、私の身近にもですね、たくさんこう被害に遭ったという方がいまして、もう口々にこの NHK の悪口言いますよ。やっぱりそれだけのですね、ことをされてるわけですよね。無理やり家に入られたとかですね、一人暮らしで、払ってもらうまで帰らないというようなさまざまなトラブルがあった、この反省点に立ってですね、この訪問によらない営業というものはしっかりこれ抽象して、別の営業の仕方を考えるということ、これをお願い申し上げたいというふうに思いますけれども。